第18回大会水泳競技全国障害者スポーツ大会は第56回の国民体育大会から設立された障害者のスポーツ大会である。主催は文部科学省、日本障害者スポーツ協会、開催都道府県、政令指定都市など、2013年までは厚生労働省が主催していた。開会式には、 秋篠宮講子夫妻が出席されており、2001年の第1回から2018年の第18回大会まで交代し、同日雅子が出席していた。これまで障害者のスポーツ大会としては、全国身体障害者スポーツ大会と、全国知的障害者スポーツ大会の2大会があったが、それらを一つにまとめて障害者に対するスポーツの普及、また障害者の社会参加推進、 さらに、スポーツを通しての友情と国民のバリアフリーの意識を高めてもらおうと企画された。開催は、毎年、周期大会以降は、夏季、周期一体型で開催の開催終了後に、国体の会場と同じ施設を使って3日間にわたり、開催される。国体とは異なり、大会会長は、都道府県知事が務め、副会長に、政令市長が務めている。 これは、年輪ピックと同様の措置である。ちなみに、障害者スポーツ大会は、夏季国体に相当する大会のみであり、冬季国体に相当する大会はない。なお、大会下は南公設作曲の、空よ、大地よ。大会に出場するには、個人競技においては、各都道府県、政令指定都市主催の障害者スポーツ大会において、上位入賞の成績を上げて、 各都道府県、政令指定都市の各都道府県障害者スポーツ協会、各障害者団体の代表者で構成される派遣選手選考委員会において推薦を受けたものとする。団体競技においては6ブロックによる予選会を実施し、その予選会において原則的に優勝しなければならない。なお個人競技の枠については、前年度の障害者手帳の交付数に基づいて、 主催の文科省、J プッサより各都道府県、政令指定都市別に参加割当て数の提示があり、その割当て数を基本に大会開催権実行委員会より競技別の枠が示されて各都道府県の選考委員会において調整する。各都道府県、政令指定都市の選考基準は全国一律ではなく、まちまちである。また、都道府県によっては、 個人競技で前年度全国障害者スポーツ大会に出場した選手が出た地区からは、その開催年の全国障害者スポーツ大会には出場させないとの選考基準もある。陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球フライングディスクボーリングバスケットボール、車椅子バスケットボール、ソフトボール、グランドソフトボール、バレーボール、サッカー、フットベースボール、 でのオープン競技風船バレーボール、卓球バレー、ありがとうございます。